皆さんこんにちは、むっちょと申します。ここでしか見られないご当地塩場たちということでですね、いや、やっぱり毎年ね、見応えっていうのがあります。というのもですね、先日、今年の九州競りの上場馬っていうのが発表されまして、いや、これがマニアックな競馬ファンにとってはたまらないラインナップとなっております。まあもちろんね、メインは北海道が馬産の中心ではあるんですけど、それの反対、九州でもね、まあ数少ないながらも生産というのは行われておりまして、そしてもちろんね、その塩場ラインナップも全く異なるということでね、ほんとここでしか見られない塩場の産駒続々といるんですよね。特に今年は新塩場もね、多いということで、ちょっと例年にも増してね、面白みがあるかなと。まあ最近もですね、九州サンバといえば色ごとしが初めての G1 勝ちっていうのを決めてくれたりですね、まあよかよかの活躍なんかも記憶に新しいところでしょうし、先日亡くなりましたけれども、重賞8勝光栄トライもこちらの生産馬っていうことになっております。まあ特に岡山なんかはね、まさにその九州でしか見られないスクワトルスクワット3区、まさにこの競りの出身っていうことにもなります。そのセリの雰囲気っていうのもですね、かなり北海道に比べてフレンドリーというか、観点にしても売る側の人も買う側の人も、まあ、かなり距離が近いなっていう印象を受けますね。なんとかなりませんかっていうのがね、もうめちゃめちゃ長い。なんか北海道はこう競り上がってハンマー落ちるのが遅いっていう感じですけど、九州の場合は逆にね、売る側がね、ハンマーを下ろさないなっていう印象があります。まあぜひね、その違う雰囲気っていうのも見ていただきたいんですが、ではそのね、ご当地塩場たち見ていきたいと思うんですが、これがね、新塩場となる、こちらのキングプライドさんがですね、まあまさに現役時代からのご当地場っていうことになります。まあ3頭ともね、同じ名字の方が出してるあたりっていうのは、やっぱローカル感を感じますよね。本場はまさに佐賀競馬所属の馬でですね、九州ダービーも制覇しております。ちなみにこの時の2着馬、マイネルジャストも100戦走ってですね、賞入りしたっていうことでニュースになりました。その後もキングプライドは、なんと生涯68戦して、すべてをこの競馬場で走りました。これだけの実績馬が9歳68戦に当たるまで同競馬場に留まり続けるっていうのもね、いやほんと珍しいというか、地元愛がすごいなといったところで、でまさに引退後もですね、そのまま九州にて、まあ、商売入りっていうことになったようです。まあたださすがにロマン色っていうのも強いようでですね、ラン付け頭数は3頭、そのまま生産馬も3頭っていうことになりました。そしてこの母父もですね、ロードバリオスとか石のナイトっていうのがね、いやあまりにご当地すぎるでしょうっていう配合で、ロードバリオスはまあロードカナラの兄にしてですね、まあ、JRA でも走っていた馬ですから、まあ、知名度のある馬ではあるかもしれないですけど、この石のナイトはね、いやー相当マイナーな馬ではあるんじゃないかなと、私も正直全く知らなかったんですけれども、まあ、サンデーサイレンスの直手としてですね、まあ、やはり地方佐賀で走っていたっていうゆかりもあって、九州で商売入りした馬になるようです。どうやらこの馬もこの徳重さん関係馬っていうことになるようで、もう完全なるね、プライベート配合、渾身のね、九州配合っていうことになるようです。さらにこれ品系もずっと日本古来から続いているラインのようで、こちらなんですけれども、いやよくこの実績でつながったなっていうかね、もう五代母とかは1960年生まれの日本馬、そこから細々と繋がっていってね、まあ、完全なるロマンホースっていうのが生まれたわけです。まあなかなかね、ここまでのロマンホースは北海道でも見られないでしょう。あとはですね、帝王ヘリオス、こちらも新勝馬っていうことになります。まあ実績的に言えばね、さらに上位のものがありますけれども、そして血統的に言っても文句なしの老血ではあって、まあロマン枠にはとどまらない馬かも知れません。その現役時代は JRA でもオープンまで出世しましたし、そして交流重賞北海道スプリントカップの勝ち馬と、まあ、やっぱり基本的にダートのスプリントで重賞勝つ馬っていうのは勝馬としてもやっぱり成功しやすい傾向にありますね。やっぱダートは特に短距離のスピードが結局最も重要な気がします。まあそれの権化が JBC スプリント勝ち馬なわけですけど、まあでも全然 J3 とか G2 の勝ち馬であってもね、その実力以上の評価はしていいんじゃないかなと
と思っております。そして父はね、フサイチペガサス、日本馬主さん所有のね、ケンタッキーダービー勝ち馬ですし、日本においてもかなりのね、勝ち上がり率と AI を誇りますし、パーチとしてもウィン・マリリンが出ていたりと、まあ日本との相性も優秀な馬だと思いますね。そして品系もダートの重賞 G1 馬多数、弟にはテイオージーニアス、これもまたオープン馬がいますし、遡ればサンタニタダービー馬なんかも出ていたりと、まあもちろんこの決闘ですから配合相手にも困りませんから、いや面白そうな馬なんじゃないかなと思います。まあただやっぱ実績的に物足りないっていう風に見られたところもあったのか、さすがに頭数的に言えば7頭の種付けで3頭の生産と、そのうち2頭が九州の生産馬、そして残りの1頭は完全なる帝王産配合ということでですね、まあこれはこれで北海道で生まれたわけですけど、いや面白そうな1頭ですね。まあそのご当地その枠にとどまらない活躍を期待できる勝馬ではあると思います。そしてこれ九州のご当地勝馬としては初年度となるネロですね。もう将来の九州のリーディング候補といっても過言ではない馬でして、この世代最も種付けをした馬だと思われます。その数44頭にまで上ります。まあもうね、本場も本当北海道でももっとやれたかなっていう馬ではありますんでね。ただ確かに九州向きな感じはするタイプではあって、理財戦からね、早熟戦を見せて、そして芝ダートでの短距離重賞戦線で走り続けました。もうこれはまさに九州サンバにね、求められる適性そのものであって、そして血統的に言っても超もう世界的にも重要なヨハネスブルグの後継と、いや本当今となってはすごい血統価値のある馬ですからね。もうなんといってもここからあのスキャットダディが出てですね、もう今日本世界各地まさに2歳戦から芝田と問わず活躍馬っていうのが続出しているわけですからね。ミスターメロディやカラバッチョが大人気しているように、まあネロもこの血統由来でこれだけの人気するっていうのもそりゃそうだよなっていうふうに思います。これまでの参加は北海道で生産された馬たちですけれども、オープン馬西のレブナントなんかも出ておりますんでね、まあ 2500m とかっていうのはちょっと驚きましたけど、まあでも数が増えてくればやっぱり短距離でバンバンね走ってくる馬は出てくるんじゃないかなと思います。まあまだ若いですし、この実績この血統っていうことになれば、まあやはり将来九州をね背負っていく勝馬になってくる可能性はあるんじゃないかなと。西野さんも九州に結構な数を託して生産してるみたいですんでね、いやー盛り上がってきそうな予感です。まあロマン派からね実力派まで、なかなかキャラの濃い新勝馬たちがやってきたかなといったところ、これからのね九州を引っ張っていく馬たち、ぜひ覚えておいていただければと思います。あとおなじみの馬たちといえばですね、やっぱりスクワートル、スクワート横綾香の父、本馬がすごいのはめちゃめちゃタフネスっていうことですね。日本で言えばもうほぼ最高齢、カルストンライトと同世代ですからね。で今年も種付け10万円で種付けを行っておりますから、もう26歳でもまだまだ現役っていうことになります。青森のアルデバランセカンドもすごいですけどね。まあ傾向としてやっぱ JBBA さん共有の馬は粘りますよね。まあやっぱりこう公的な機関っていうところもあって、頭数がどうとか採算がどうとかっていうのは他よりはあんまり気にしなくていいっていうところもあるんじゃないかなと思います。バーゴとかも当たれば本当に大きいんでね、長らく頑張ってほしいところ。あとは先ほどのロードバリオスだったりですね、コパのリッキーの弟コパのチャーリー、レーシントップなんかも懐かしい名前。まさに本馬もやっぱ2歳戦から短距離でガンガン走ってね、芝もダートも活躍してましたんでね、血統もストームキャットやアンブレドルズソングが入っていたりして、結構今のトレンドを捉えた馬ではあります。そしてホンダさんがね今最も推していると思われるアレス・バローズ、これは九州初のねディープインパクト後継ということで大きな期待がかかるようです。血統的にはディープ×トニービンという、まあ、バリバリ芝中長距離タイプのようにも思えるんですが、本場の場合は重賞勝ったのはスプリントっていうことで、まあ、これがやっぱり九州向きっていう風に捉えられてきたところはあるのかなと思います。まあバリバリ JRA でやっていける血統でしょうから、ぜひねよかよかのような馬の再来を期待したいと思います。ということでですね、ここでしか見られないご当地勝馬揃う九州競り、ぜひ注目してみてほしいなと。その場の雰囲気っていうのもね面白いものがあるんでね、ぜひ見てみてほしいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。